それで第4話目なんですけど、まあ第4話目で言ってたのは、まあ、このウィルトンハウスっていうのは最初買ったのはこれだったんです。これはあの2本で、2000円というシリーズのやつですよ。世間一般的にここら辺で言うと山屋というような、ブランドですよね。ショップブランドでは2本で2000円というやつで、よう売ってるやつなんですよ。で、これも同じようなシリーズだったんだけど、これ違うとこだったのかな。これはだから2本で2000円じゃなくて1本で700いくらで売ってた700いくらで売ってたから、これで700いくらで売るにはそれなりの理由がある。それは樽を作るために先に、試しにというか、樽を作るために作ったウイスキーが売れないから安く売りましたよねっていうような味だから。でそれより安いのが、日課ブラッククリアだから、私はこれを上飲していますよ、どちらかというと。でもうこれ速攻で終わっちゃうから、これを、まあ、例えば、最近で言うとワンダーフェスティバルが終わった時に、たまたまあれですよ、いや変な親父狩りがおらんくてよかったなと思ってるんだけど、浅草に行ったんですよ。浅草に宿を取ってたから、ちょっと酒でも飲もうかと言って外に出て、酒屋がなかったから、まあ要するにスーパーでこれ買ったんですよね。で1時間の間に大体これ終わって、1時間2時間ぐらいかな、2時間の間に、浅草の夜の街の中ぐるーって回ってる間にこれが終わるぐらいなんですよ。ね、だからこれぐらいその喜びとしてる。もうだから酒がなければこんな寒いとこなんか歩けないよ。だからオファーがあったんですよ。浅草の街を、ちょっと写真でも撮っていただけないだろうかみたいなオファーがあるから、それで行かざるを得ないんですよね。夜中にもこんな寒い中、しかもワンフェスが終わっても明日も家帰るよっていう時に、もう写真撮ろうぜっていうわけですよね。隣あたりで今浅草の深夜が暑い、すっげえホットだ、これを撮らずして私たちはもう、豊橋には帰れないよ、写真を撮るべきじゃないかなっていうんだけど、こんな寒い時に外に行って写真を撮るっていう話ですよ。そういう時にもう何ちゅうんです、体がもうこんなになっちゃってるから、こんなになっちゃってるから、ちょっと厳しいな、しょうがないな、もうそこにスーパーがあるから、そこ、まあスーパーがあるから、そこでもう燃料補給してください、もう補給缶をそこに用意したから、そこに燃料補給缶が来てるから、そこでまあちょっとガソリンを補給してから行ったらいいと思うよって言うてるんですよね。だから行ったら本当にあって、もうこんなやつがいっぱい売ってる、もうみんなもうこんな寒い中やってられないよって言うから、一応用意したよ、そんなステンレス製のスキットルなんて急には持ってないだろう、用意しといたから、これ5、6種類置いてあるんですよ、スーパーに。まあたまたま行ったのがライフっていうところだったんだけど、もう閉店間際の30分前にたまたま入ったら、もうこんなん5、6種類売ってるんですよね。こんなん、これね、こんなん、すっげえ売ってるな、ちょっともうだから一番安いのから2番目のやつですよ、これだから。だからこれを言うのしか飲んでないですよ、私は基本的には。だから、ブラッククリアってもうだからそういう人のもの、だからお金持ちなんかこんなん飲んだらお金持ちなんかもうバカにされるよって話ですよね。で、だからお金持ちだったらそういうこんなんしか飲んでないんだよっていう人 に向けて、700ミリで言ったらもう4000とか5000円以上のやつを、頼むよ、写真撮りに行かないかっていうような感じで持っていかないと、みんな逃げていくと思いますね、そのこんなん普段の飲んでる私たちとかは。でまあだからそういうのはいいとして、だからこういうのをやるときには、だから
古田新太劇団新幹線隣では梅沢富美男が女形をやってるというところで古田新太というイメージで、どうしたらいいかって聞いたらヤクザでやってくれ、古田新太というイメージでやるならヤクザでやってくれよって言うから、だからヤクザのイメージって言ったらもうだからな私の知ってるヤクザって言ったらもうこれ、なんていうんですかチョコレートの中に入ってるイメージになっちゃうんだけど、チョコレートの形状の瓶の中に、まあ瓶の中はこれぐらい空だとしたらここら辺まで砂糖のシロップとコンデンスミルクが入ってて、これぐらいウイスキーがとかブランデーが入ってるイメージなんですよヤクザって言ったら。違うんですかって、それはちょっと君の言うのはちょっと真実に迫りすぎてるから、ちょっとそういう古田新太の言うてるヤクザは昭和のイメージのやつでやってくれないかなって言うから、困ったな、そんなにあんまり昭和知らないですよね、うん、まあ、まあ、じゃあそういうイメージで言うとストレートでこんなそのガボ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 やってるやつだよ、まあ、なんかソファーにこんなになってソファーにこんなになってるわけですね、こんなになってこんなになってこういう感じになってるんですよ。で足を組んで前の机のところにドーンって乗っけて、その隣にこういうのが置いてあって、でだからこれだからその子だからその時もだからそういうだからあれですよ、イメージ的にあれですよね、だからそいつはなんだけどいいか悪いか別に梅宮達夫という方のイメージなんですよね。とか、まあ、その梅宮達夫とか菅原文太とかのイメージなんですよね。でだからもうこんなん一気にここまで入れちゃって、これここまで入れここまで入れちゃって一気にガボ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 飲んでるイメージなんですよね。すっごいだからこれちょっと薄めるように使ってくれよ、ニカブラッコっていう話ですよね。いやニカブラッコはその樽を作るために作ってるやつじゃなくて、これは定番でやってるやつだからと思われるんですよ、安く作ってるんですっていうやつで、これはだからそれに味付けてくれよ、ちょっとこれは売れない方のやつだから、高い人のために作ってるやつの樽を作ってるやつだから味的にはもっと出てるよっていうやつですよね。いや で何が言いたいか、ちょっとそのテレビを見てたら篠原涼子という方が蜷川なんとかという方の劇にオファーが来たんです、最初蹴ってったんですよっていうふうに言ってるんですよ。でそれで、なんか読み合わせとかあると隣でなんか、なんか言うんだけど、それがもうすでに劇になっちゃってて、もうすごい引いたみたいなことを言うてるんですよね。いいな、そういうことをそのテレビで思いっきり言える方はという話なんだけど、おそらく篠原涼子という方はそういう業界の中ではかなりトップレベルに来ている、牛耳ってるところの娘じゃないかなと思うんだけど、何がしかのでないとそんなこと言えないですよね、業界の中でね、業界の中の話をね、私も言えないからそういうのはね、フィギュア関係の話は、バレないように静かにしてるんだけど、もうテレビで言っちゃってるよそういうことを、業界の中の話を。だからすごい業界の中で上のあたりの元締めみたいなところの方だと思うんだけど、まあ、それじゃなんだけど劇団四季の、方の旦那がおるから、多分それも含めてかなり上のあたりを牛耳ってるところにおる、女優の方だと思うんだけど、まあ東京パフォーマンスドールというところを出身としてる方だからね、まあそれの方が言うてる話で大体あれなんですよね、シェイクスピアが出てくるんですよ劇団っていうのが語られると大体シェイクスピアとか、あとはラマンチャの女でしたっけ、ラマンチャの女と、あとはロミオとジュリエットだからなんかそういうリア王とか出てくるんですよ。でちょっと分かんないんだよな
ああそういうことだからあれなんですよね、劇団の方まずそういうのを言うとみんなビビるということで言うんじゃない、だから古田新太というイメージでやるならヤクザでやってくれよっていう話ですよね。だからその劇団の話、劇の話で言うと、まずシェイクスピアとかリア王とかラマンチャの女とか、ハムレットとかそういうのを出して いきなさい。だからそれじゃあちょっと今の人はだろう、まあ分からんでもないんだけど、私からすればその隣であの鋼鋼太郎っていう場でしたっけがあのコマーションで出ちゃってるから、そんなこと言うよりはもうそういう若者の心をギュッとつかむのであれば、あれじゃシェイクスピアといったらもうシェイクスピアイコール、馬娘とか馬娘なんじゃないかな。いやだからシェイクスピアという語りより、私たちは馬娘でやっているよ。で、馬娘というイメージで、シェイクスピアをやっているからっていうと、そういうことかって言って、若者もグワーってくるんじゃないかな。ただ問題は私自身が馬娘ってよく知らないんですよね。いやだから馬娘っていうのは今ムーブメントとしてすごく来ているという噂は聞くんだけど、確かに可愛らしいなというイラストが豊橋の駅前のファミリーマートのドアのところにポスターが貼ってありました。いやだから私は業界の人だから一応そういうのはすごく絶えずチェックしているよ。ただ私はそういう感情にまで入り込むということを、仕事上ではやってはいけないことになっているから、ファンの方々の心を踏みにじるようなところまで私の感情を込めてはいけないから、もう馬娘というキャラクターの、イメージビジュアルだけしか見ちゃいけないんですよ私は。それでその、クライアントから来たオーダーに対してその通りに作らんにはいけないから、だからその私の感情をそういう馬娘に込めてはいけないんですよね。で私はもうだからビジュアルしか見てないんだけど、だからそう馬娘というのがだからそんなシェイクスピアなんて言ったって分かんないじゃないですか。ロミオとジュリエットっていう風に言うたってちょっと前だったらあれですよね、おそらく、タイタニックだと思われるんですよ。おそらくはですよ、私はそのシェイクスピアも知らないしタイタニックを知らないんだけど、その当時の映画のあたりで言うとタイタニックなんですよ、シェイクスピアが。まあ、シェイクスピアじゃなくてロミオとジュリエットというイメージだと、タイタニックということだと思うんですよ。で、それで言うと、まあ、シェイクスピアかよく知らないんだけど、それで言うと、今で言うと馬娘なんですよって言った方がウケると思うんですよね。馬娘をシェイクスピアのイメージでやるんですよって言うとグワーってくるんじゃないかな。それはだから古田新太のイメージで語ってくれって言って、それが古田新太ってまだヤクザです私はっていうふうに言わないといけないっていうのが全然ウケないんですよね私からすると。なんでかっていうと私はオタク目線で見てるから、ヤクザっていう時点でもうかなり引いてるわけですよね。私の知ってる真実のヤクザというイメージで言ってもかなり引いてるんだけど、ここに、まあ、ヤクザというその軸があるとしたら、もうこれがこういう球体になってたら、ここにヤクザというのがあったらもう地球の反対側にいたいというイメージなんですよ。だヤクザがこう来たらもうこっちからこう動いていくわけですねこういう感じになってるから、だからちょっとこっちから行こうともうこっちからこういうふうに動いちゃってるから、だからヤクザと真反対のとこにいたいのに、基本的にそれじゃあお前の知ってるヤクザじゃなくて昭和のイメージのヤクザでやってくれちょっともみんなこうなっちゃうからね。ここにヤクザがいたらこういう下にいるわけですよ。ここ玉状になってて、ここヤクザが近づいてきてもこっちもこう行ってくるから、こういう感じだからヤクザと普通の人というのは。
でそういう時にだから、劇団を語るのであればヤクザを語れる、ヤクザとまず言うてから言うてくれないと、かっこ古田新太というイメージらしいんですよね。困ったなぁって、ね、分かんないもんね、この反対側のことはね。いやだから真ん中から掘ってきたらどうしたら、もう真ん中、まあ、もう逃げる、もう宇宙に逃げるしかないという話ですよね。まあ、でも真ん中暑そうだから、焦げて死んでくれればいいなという話なんだけど、そういうので言うとね。いやまあそれはいいとして、だからそういうイメージで言うのであれば、シェイクスピアっていうよりは、ウマ娘というイメージで、シェイクスピアをやってるんですよって言うと、すっげえドッカンドッカン来るんじゃないかなっていう、ことを言いたいがために、もう3本も用意してしまいました。で、なんでこれ飲まないのって言ったら、いや、もったいないからです。これしかないもんだって、私のところに。これしかないから、これ飲んだら終わっちゃうからね。まあ、これは、まあ、これはだから、比較的リーズのこれだったら、まあ、ちょっと飲んでるんだけど。まあ、だから普段はこういう感じの飲んでるんですよ。これまあそれなりに美味しいかどうかは、お金持ちの人は飲まない方がいいやつですね、これはね。お金持ちの人はこういうのを普段いっぱい飲んでるんですっていう人に、まあ1万円ぐらいするのをちょっとどうだいって言って持っていくっていうのがいいんじゃないかな。こんなん持ってったら、金持ちが、いやだからあれですよ、どっかの社長とか言うてる人ですよ。いやだから見た目では分からんからあれですよね、その金持ちとか貧乏とか。だから例えば俺は東芝の社長だとかソニーの社長だとか豪語してるテレビに出てる顔の人が、あの持ってくるウイスキーが、これだったらな、仕事持ってきたよ言うてもな、ちょっとな、いやもうちょっとなんちゅうんかな、レミー・マルタンとか飲んでるイメージじゃないですか、あの方々はっちゅう感じだから、そういうのを持ってきたら、一応多少信じてくれるんじゃないですかっていう話ですよね。あんた言うてること違うよね、普段こんなん飲んでるよ社長はっちゅったら、だからイメージで言うてるから、普段はこれを飲んでるんですって言うて、でも一応社長でやってるから、まあ、下もそういうところに、来た時にはこういう一本を、プレゼントするよというのが、最初の一本は少なくとも、すごい一本10万円ぐらいするのを持ってくるっていうイメージなんじゃないかな。それが、いきなり、10分の1とか100分の1とか1000分の1の酒を持ってこられても、なんか騙された気するよなという話ですよね。こうそれ社長じゃないんじゃないかなという話ですよね。というような、フィギュア業界の話を言うてみました。以上です。